ずかずかと降りてきて、でこの建物、これをね越えると、いや文明の道始まりですよ。これでね、とりあえずは人間社会に戻ってきました。いや本当に素晴らしい。こっちも素晴らしい、咲いてますね、見事ですよ。これは河津桜って言うんですかね、この時期はね。まあ青空とこのコントラストいいですね。この時間になって青空の方が分量多くなってきてよかったですよ。いや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 、ね、私はねソメイヨシノよりもね、こうやってドーンとねピンクが強い、こういうね河津桜とかね、あと八重桜、あっちの方がねワイルドでこの迫力あって好きなんですよね。ちょっとソメイヨシノは白なんだかピンクなんだかようわからんのでね、私はねこういうね本当にこういう派手なピンク、こっちの方が好きですね。いやいかにもね、なんか頭の中のこのピンク色、桜っていうイメージがまあこういう感じですよ。いやいやいやいいね。いやこのね土地屋尾根を下る楽しみはこれなんですよね。あの土地屋尾根、この山の区間を出てこの里山に来た時、この里山のね美しさ、これがねいいんですよね。ここの販売所はなしか。でじゃあこの下かな、まあ、こうやってね本当に下山してくる人目当てにねこう販売所があるってわけでね。あれなんか、あ私以外にもね先に下ってた方いらしたんですね。まあ、私が追いついたってどうですか。ここに祠がありましてのこの販売所、ここでね良さげな梅干しが、あ残念売り切れですね。いやここでね梅干し買ってうまかったんでね、いや塩分がきちっと効いててよかったんですけどね。いや残念、100円で買えるんでね本当にねお買い得ですよ。街で買ったらねあのクラスの梅干しね100円じゃ買えないですからね。いや残念、しょうがない。3月3日にね影信山登る前に梅の里バス停脇のね無人販売所にも梅干しあったんですけど、でもねなんかあれ見た感じねそんなに塩分高そうじゃなかったんですよね。いや私としてはね最低でもね 20% はないとね、それこそね皮から塩拭いてるぐらいでないと、でもあれ見た目 10% ぐらいだったんで、ね、でちょっと買うのよしちゃって、しかも300円ってね割と高めだったんでね、まあなんて言ってるうちにねこれでね、いや土地屋をねこれで完全に出ましたね。正面にはもう文明の道です。本当ねこれ何遍も見ますけどね、まさかこのね民家の脇から登山道が伸びてるとはちょっとわかんないですよね。でねもうこっから先はね駅までのんびりとね田舎道の散歩であります。16時15分かってことは、いや45分か、いや早いですね。こんなところにね休憩所もあったりってわけでね、まあ前にね行ってるんですけど、まあ久しぶりにちょっとまた見てみましょう。でこあっちに ね男女のねマークがあってね、土地や休憩所ってなってますよ。でも これは入れるのか、まあ、でも入れなくてもね、まあ、十分とねこう休めるスペースはありますからね。でね問題はねこれ水が出るかどうかなんですね。それでだいぶ違ってきますからね。どうでしょう。あ、出ますね。最高ですね。ね。で、ここら辺の水はね、そんじょそこらの水道局の水よりね、うまいですからね。だって本当に山から出た水をちょっと消毒して排水してるようなもんですから、ミネラルウォーターが出てると言っても過言じゃないですからね。最高ですよ。ね。まあ、ここでのんびりするもよしですよ。あまりのんびりしてるとすぐ日が暮れちゃうよな。まだ3月だから油断しちゃいけませんよ。まあもう、で、まあ、とはいえ、のんびりとね、これは、この田舎のね、道を下っていきます。花は咲いてるし、鳥は鳴いてるし、いやー、実に、のどかだ。こんな時間にね、こんな場所、こんな田舎道、これ、散歩するってね、ああ、下山者の、特権ですよ。本当あの土地や集落に用事があってね帰るって人は別ですけどね。いやこういうねところ人によってはねなんか退屈でしょうがねえな、イライラするっていう人もいるかもしれませんけどね。いや私にとってはね、いや これがご褒美なんですよ。まあ、どんつくどんつくウェイウェイって人には向かない世界ですよ。この2つのね
温泉の呼び込み看板が見えて、このね土地青根の頭、ここまで来たら、あとはまっすぐね陣馬街道に至るまでテクテクのんびり歩くだけですよ。もうなんかもうね、日の太陽がね曇りとかそれ以前にね、もうなんか山の稜線の下に入っちゃいましたね。もうこうなったら曇りもね何も関係ないんでね、まあもういいやって感じですね。ここなんか売ってますね、あ、練り梅か、100円いいんだけどね、いやちょっと練り梅なぁ、まあちょっとます巻き寿司とかねおにぎりするにはいいんですけど、あ、ちょっと使い道ないな、残念。梅干しだったら買ったのに。唐突にねちょっと白木の鳥居が出てきてね、いやー何なんだろうこれはってね、パワースポット、いやそれとも心霊スポットみたいな感じでねって思ってね、これね前にね一度ね思い切って行ったことがあるんですよ。そしたらねあれ上の方に祠ありますよね、そこにねこの登山道みたいに登ってく道があるんですよ、あそこに着くだけなんですよ。でその道がね結構険しいんでね、山やってる人なら平気ですけどね、そうでない人はかなり危ない道なんですよね。ここも実に水が綺麗ですよね、ほんとね。まあ若い頃にいた千葉のね、まあ、団地の近く流れていたドブ川に比べたら全然ですよ。いやこういうところの川ってね、そのドブ川のイメージしかないんでね、本当にねこんな清流は、いやー惚れ惚れしますね。まあここまで来ればねもうほとんど文明の社会ですよ。でこっちの道がね、まあなんていうか一の尾根の登山道、まあ登山道って言っても舗装道路ですけどね、これね延々と住宅街の中歩いていっての山道ですからね、ちょっとねその住宅街歩くのが大変っていうか、まあ人によってはつまらんと感じるでしょう。で正面にはもう陣馬街道です。あそこにね防災無線があるんでね、で鳴ったってことは17時ちょうどなんかな。ちなみに、ね、昔はねそこの空き地にね公衆トイレがあったって話なんですよね。あ、和田に行くバスが今こう走ってますね。ってことはなんだろうね、次に富士野駅に行くバスはあれが和田まで行ってんで折り返してって話ですかね。まあすぐそこにねバス停があるんでね、ちょっと時間見てみますかね。さっき防災無線が鳴りまして、時刻が17時2分で、今日は日曜日、和田駅じゃなくて富士野駅は17時16分か、まあでもね歩いた方が安いし健康にいいんで歩きましょう。それに今日はね全部歩くっていうのが目的ですからね。確かここら辺のねバスの区間って自由乗降区間って言ってね、もしこう歩いてる時に後ろからブワーっとね和田からバスが走ってきたら、こう手を挙げれば止まるんですよ。何もねこの律儀にね停留所で待ってなくてもいいんですよ。いや一度それで止めちゃったことあるんですよね。お、バスが来たって言ってね、この動画撮ったらね乗りますかって止まっちゃってね、いやいやいやちょっとすんませんって言ってね、まあ言ってもらったんですが、まあ まさかね、いや都会の感覚で行くとね停留所以外で止まるっていうのは信じられないんでね、いや実際止まりますからね。だから本当にね、いやもうこう歩くの疲れた、あ、バス来た、いやもう、乗るって、いや止まりますから、いやそういうのができるんですよ、ここら辺の区間は。このねクリーム色の建物、以前はね酒屋兼食料品店だったんですが、もう完全に屋号もなくなってやめちゃいましたね。ただねその酒屋だった頃の名残でこの自販機ねよーく冷えてるんですよ。でも今日はどうかな、まあでもやっぱりな、私としてはね富士屋のレモンスカッシュが欲しいんですがね、まあ、マウンテンデュー、まあね、こっちはどうだ、大道、まあこれネクター大道か、いやレモン系がないな。さっきこの陣馬街道に出るときにねちょうどよくキーンコーンって防災無線になって17時ってことはもう今遠に17時回ってんですよね。まあ明るくなったもんですね。もうこのバス停まで
歩いちゃいましたよ。確かね、自由乗国館ってこのバス停から和田までのはずなんですよね。だからこっから先ね、ポチポチ歩いてって後ろからバスが来て手を挙げても止まってくれないんですよね。でも運転手さんによって聞かせて止まってくれるかな。でも最近コンプライアンスうるさいからね。あ、なんか重い音がしてますね。あ、やっとここでねバスに追い抜かれました。結構長い坂登ってきましたよ。前に見えるは沢井水道、まあ沢井トンネルですね。これ抜けると街の世界ですよ。でこれね、あちこち段差あるのはね、このトンネル掘っては中断掘っては中断を繰り返したんでね、その度にね工法が、そう、工事の やり方変わってね、トンネルの形が違うという、トンネルマニアにはねたまんないトンネルなんですよ。このトンネルの中でね自撮りするとナトリウムランプの時代は本当オレンジがかって SF で、いやそれはねなんか本当にかっこよかったんですけど ねこの通り、ここでまた、ね、トンネルの大きさが変わって、いや広いね。これはね安心して歩けますけどね、この部分だけなんですよ。これがね面白いんですよ、この沢井トンネル。さて、素晴らしき山の世界もこれで終わりということになります。ここから先は現実の世界、街の世界です。トンネル抜けてね、現実の街の世界といってもね、まだまだここはね空気の清らかなね、まあ、相模湖畔ですからね、まだ全然いい感じですよ。この遮断棒、いや2段になってるって面白いですね。で、あ、普通に、まあ、普通列車ですね。こういうね、国鉄時代に作られた車両もね、どんどん減ってるんで、まあこれはこれで貴重ですよね。これで開くのかな？どうだろう。あ、開いた。車だったらね、これずっと前の方に行ってね、甲州街道に一回出なきゃいけないんですがね、人間だったらね、うん、こっちのね、路地から行けるんでね、こっちから行っちゃいます。の方がはるかに近いんですよ。もう正面、駅が見えてますからね。藤野駅の駅前広場が見えてきました。いやー、高尾山口のね駅前からね歩いてきましたよ。歩き通しました藤野駅です。現在時刻は17時35分。いや、なんとか日没前に着きました。駅から少し歩いてね、このスナックじゃなくて寿司屋でしたね。この脇の自販機が安いんですけど、今はどうだろうね。あ、まあ安いっちゃ安いね。うん、定価よりなんか以前みたいにねガーンと安いのはないですね。あ、安いと60、あ、炭酸水か、ね、50円ぐらいっていうのはもうないね。ちょっともう歴史っていうか、いや時代の流れなんですかね。無事下山いたしました。乾杯。とっ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 と、いや飲み切りましたよ。いかがでしたでしょうか。今日はね、高尾山口の駅前から高尾山登って奥高尾縦走路でね、陣馬山、そしてこの藤野駅と全部歩いてきましたよ。いや結構かかりましたね。高尾山口の駅を9時だったかな。でこのね藤野駅がね17時半ですからね、8時間半、まあ途中休んだとはいえ結構歩きましたね。いや健康にいいですよ。ただね、山歩いてて午後ねちょっと曇ってきたのがね、私にとってはね山はね晴れてこそなんですよね。だからちょっと興ざめでね、とはいってもね、私の体と精神の状態で休みで天候がねピタッと合うわけとはねいかないんでね、まあこれからねあちこち、まあまた山行くんですけどね、本当にその点はねうまく自分で折り合いつけていかなきゃいけないですね。本当毎週でも行きたいんですけどね、まあちょっとそれは体が持たないっていうか、まあ持たなくても行きたきゃ行っちゃうんでしょう、私のことですからね。まあ先のことは分かりません。いやー本当ね、ま
たなんか弾けてるな電車がね。まあしょうがない、ここは駅前ですからね。まあとにかくね、もうこうやってぼーっとしててもどんどん日が暮れて夜になっちゃいますんでね、もう電車乗って帰ることにいたしましょう。ノンダクレイでした。